チョコレートの旅、今宵もロイズとスイートな時間へ。札幌市東区にあるロイズ東苗穂店。お店に入ると焼きたてのパンの香りが、色とりどりのパッケージのチョコレートや焼き菓子たちも勢ぞろい。今から33年前、ロイズはこのお店のほど近くで産声を上げました。創業第1号の商品板チョコレート、それからピュアチョコレートや生チョコレートなど、今ではロイズを代表する商品がここで生み出され、初めての直営店もこの地にオープン。焼きたてのクッキーも人気でした。そして1999年に発売したバトンクッキー。バトン型の生地にチョコレートをコーティングしたこのクッキー、実はロイズの大きな転換期に誕生したのです。その年、東別町太見地区に新しい工場が完成。創業の地東苗穂を離れ、全ての機能を移転することになりました。豊かな自然に囲まれた新天地で、世界一のチョコレート作りを目指しての再スタート。全てがつつがなく無事にバトンタッチできますように、そんな願いを込めて作られたのがこのバトンクッキーなんです。太見工場とともに誕生したバトンクッキー、今では4種類の味わいに。今日も美味しさのバトンをあなたへお届けします。チョコレートの旅、北海道から世界へ美味しさを、ロイズがお送りしました。